ていうか、これあれなんですよね。もう5月に放送してるんですよね。うん。びっくりだよね。うん。5月の中旬とかになってるのかな、この9月のやつだと。ということで、早速9月のデータを見ていきましょう。8月から比べると、また山、ポーンというやつになりますね。ショーツが伸びるときはこういう、グラフになりますね。これ、ここら辺で160なんで、あの時の頭のところなんで、なんかこっちだと再生数がね、減ってるように見えますけど、山のね、高さが一緒になってくるんで、こういうような感じのグラフ の見方になりますね。ですね、平均視聴回数、合計6360の、再生時間は 130.6 で、プラス2っていうことで、そんなに、再生時間とかは良くないのかな。9月のデータを見てみると、こんな感じ。投稿本数がちょっと減ってるんですね。その分、再生時間が、やっぱしちょっと落ちてるの、ね、130.6 ってことですかね。で、6360、再生ってことで。まあ、再生回数自体はちょっと稼いでる。なぜかって言ったら、これですね、ショーツ3本立てですね。これが再生回数を買い、底上げしてます。多分、3点アベレージ、3番目のアベレージが一番高いんじゃない？ここ。あれは、バッタさんで、そうか、トリプル線があるか。ここがあるからあれだけど。結構、そこと、ね、以来ぐらいの勢いで、いい感じで、ここのところが、伸びてこと、800、3番目でも800あったってことでね、そのあたりとかになってます。まあ、これでちょっと詳細をね、YouTube の、アナリティクスの方で見ていきましょうか。よいしょ。ということで、こっちの方で見てみると、こんな感じと、いうことですね。その、ボンと伸びてるのがうまかっちゃうな。これが伸びんだもんな。なんか悲しくなった。うまかっちゃんがある、甘かっちゃんがあるって、何の編集もしてないよ。うまかっちゃんここに置いといて、甘かっちゃんここに置いておいて、うまかっちゃんがある、甘かっちゃんもあるってやっただけですよ。そっから何の編集もせんと、ピッて送ったら。それまで頑張って編集してる動画のやつを、カイって抜いてくんですからね。なんか、あれって、あれってなりますけど、まあ、それはそれでいいんですけどね、打ち出しっちゃ打ち出しです。あと、なぜかこの動画伸びたね、再生数が伸びると、うっぷんにしかへこむ不思議な動画。これはさすがにへこんだ。AI が勝手に編集したやつそのまま上げただけですからね。さあ、これが伸びたらもう悲しいよと思ってたら、800再生。伸びたねっていう感じでしたね。って感じなんで、その間に、前に上げたその、満腹屋のやつだけショーツでもやっぱ後伸びで入ってきてるんで、これがドンと入ってっていう形ですね。これがトップ3、入ったんで、ショーツがポンポンポンと、入ったので、ちょっと大きく変わってきてましたね。予想が。で、他にも、オープン主が運ぶ不思議な動画がそれなりに再生数を稼いでたんで、ね、不思議なことになっておりますという感じですね。ですから、ちょっとこの月は、予想が違うのかな、という感じですね。ですから、9月の動画、新規の動画が2つ入ってるってのもちょっと新しいですしね。ですから、3つ上位トリップ、トップ3が全部2022年の動画っていうのも、なかなかね、うちにしては珍しいっていう形になってますっていう形でございますね。ただまあ、それはショートなんでどうしても、再生時間はそんなに伸びないなっていう感じですね。っていうところでございましたというところですね。若手の動画がね、ね、ポンときましたけど、これはでもその後は伸びてないのかな。1600ですね。こんな感じって感じですね。まあまあ、ちょっともそこから20再生とか30再生とか入ってるんでね。あれなんですけど、っていうところから見ましたら、ね、っていうところですね。9月はこんな感じでした。投稿した動画のね、詳細をね、つらつらつらと見ていきましょうか。一般の動画何を上げてたかというと、応援駅と、探偵、見て応援駅と探偵と応援駅を間違えてしまったか終盤戦に入っておりますね。最後の方で歩いて、笠寺まで歩いて、そこから帰ってきてっていうことですね。で、二次使用に関する案内。これもちょっとね、またね、まとめてね、切り抜き動画作りませんかっていうね、案内をかけていきたいなと思ってるんですけど、ちょっとそのあたりとかね、ちょっと準備ができないんですけど、とかがね、あったりします。まあ、そのあたりとかも、まあ、この時は話を進めとって、ちょっとまだちゃんと、体制整えれてないんでね、ちょっとそっちの方のこととかもやりたいんですけど、投稿本数増やしたのもね、まあまあね、そういった、予備にね、かける時間がね、完全に栄えちゃってるんで、結構ピーキーになっちゃっててね、どうしようかなってところですけど、青駅最後、きしめんね、食べてきましたけど、美味しいんですね。やっぱ免疫のワンコインきしめんうまいですよね。っていうところですね。この人もワンコインきしめんですね。で、あとは、衝撃的なワンチャン、これ伸びてないんだね。これは全く伸びなかったね。あとからちょっと入ってんだ。117もいってんだ。ワン入れるときにね、
ワンちゃんがね、小銭をもらいながら寄られた連鎖のファハハハってやってる。なかなか言えてない映像なんでね、これはあの、ちょっと伸びてほしいなと思いますけどね。ワンを使ったことがない人にはさっぱりわからんネタだと思いますけどね。っていうのがあったりしますね。で、あとは何？24時間耐久ニコニコね。これがずーっと続いて、これでも埋めるからね。ですから、今のあれじゃないですけどね、このシリーズで埋まっちゃってるんで、そんな再生がね、伸びないよねっていうのでやってるところはありますんでね。これなんか最終回の動画でも多分3桁いってないでしょ？ 20、30ぐらいじゃない？ 30 もいってないよ。1桁か。お、これは低い。これは低い。7再生。誰も結果なんて、求めてなかった。ちなみに160で何本あげたんだったっけ？ああ、記念すべき8再生目が入った。結果？185本ね。1日185本投稿っていう。これがまあ一応最高記録ってことです。多分ニコニコで1日185本も動画投稿した人は他にいないだろう。超えれる人はいるのかっていうところですけど、今ね、タイマー予約ができるようになったんで、タイマー予約の、予約投稿が、この時は、1本だったっけ？いや、複数のその、やつが最大5本までしか、予約ができなくて、だったっけな？で、10本は10本のまんまか。10本予約はそのまんまで、複数投稿、一斉投稿ができなかったんですよね。うん。1本ずつね、ビートアップロードかけないといけなかったんで。今ね、それが10本まとめてガーッと開けるようになったんで、そこからね、もう、公開ボタンをポチポチポチって押したら、まあ、できるとは思います。ただ、ネタをね、186本動画のネタを用意するのがなかなか大変ですからね。っていうところだとしますね。質さえこだわらなければいくらだって作れますからね。今もう、なんかもう BGM 取り除いて、とにかくもう素材をバッコンバッコン上げていこうかなとも思ってますけどね。本編動画に関してもね、あんまり凝った作りにするんじゃなくて、で、凝ったことはもう切り抜きチャンネルにやってもらおうみたいな、コンタもちょっと考えてたりしますけど、まぁ、ちょっとそのあたりどうなのかわかりません。ショーツの伸び方次第ですね。ショーツが、をもうちょっと始終置くっていう風になってくるんだったら、多分メインの動画を作る時間がさらにちょっと避けなくなってくるんで、っていうところとかがあったりしますね。まあ今このね、こんな雑把な動画出してる時点であれなんですけどね。で、こっから次新シリーズが始まるの？ああ、で、一応ちょっとこの手ぶれ用意無理やり修正版ね、スタビライザーじゃなくて、なんだったっけ、デジタル修正をね、無理やり加えたやつの動画ありました。これ伸びたっけ？これは伸びないだろう。ね、24歳ですよ。まあまあまあ、OK。で、いい感じだったりしますね。で、こっから、サブチャンで、大春町とか行ってきた動画ですね。これなんか、AI に生成させて、横動画だと思うも全然だ、あれですね、中3再生とかなんで。で、R コーヒー、懐かしいですね。こっちのボトルの時の R コーヒーとか飲みながらね、行ってましたね。ということで、まあ、これも26歳して、まあまあまあ、サブチャンネルで、これ、全然 OK です。で、いう感じで、他にもちょっと、ショーツの、横でね、切り抜きを作ったり してみながらね、やってましたけど、そんなにこれも伸びないんだよな。ね、っていうことなんで、ちょっとショーツの、持ってき方を、このあたりでちょっとどうしようかなってなってた、このぐらいの、動画でしたね。っていう感じかな。ってことで、9月はこんな感じというところでしたね。じゃあ、10月のデータをまず、明日見ていきたいと思います。明日なのかな？ 2 時間後なのかな？明日にしてるな。1日1本にしてるだろ、これは。よしよしよし。立ちくらむわ、そりゃ。よし、じゃあ、続いてやっていきましょう。